武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は秋田大学の入試について話していきたいと思います。秋田大学ですが、まあ、医学部医学科がある大学ですね。で、まあ、理系の学部学科がかなり多めの大学となっておりますが、2014年に国際資源学部が、まあ、工学資源の資源系学科と、まあ、教育文化学部から分離して、まあ、設置されたと。で、工学資源学部に関しては理工学部に、まあ、解消されたという形になっております。そんな秋田大学ですが、医学部医学科は、まあ、他の国立医学部と同じく8割、後半、できれば9割目標で、他の、学部学科に関しては、まあ5割後半、まあ、6割弱、から6割前半程度、まあ、目標は6割を超えること、できれば6割前半取るといった形の点数が、目標になってくるかと思います。そんな秋田大学、ですが、入試科目のそれぞれの勉強、英語、数学、国語、物理、化学、生物、それぞれの勉強について話していきたいと思います。地学については割愛いたします。